ワードもこんにちは、パンチパンダです。よろしくお願いします。はい、ということで本日はですね、今日から2ヶ月後、2019年1月18日、何の日か分かりますか？選択試験の前日なんですよ。うざい、分かってる分かってる。自覚症状はあ、いや、あのね、俺の動画のコメント欄とかでもさ、やっぱ受験生がさ、クラスで騒いでるやつがクソうざいですっていうようなコメントあるんですよ。それでね、まあ、ネットで騒いで始めたら俺もうざがられちゃうもん。怖いよ。違うよ、パンチパンダは本当にもう、みんなをね、元気づけようと、もう、よかれと思う。はい、まあということで2ヶ月後の土日はもうセンター試験ということで、ただ今ねこの時期受験勉強以外で悩みを抱えている生徒っていますか？おそらく一人一人それぞれのやっぱ悩みっていうのがあって、多分恋愛のことだったり家庭環境のことだったり、他にもいろいろなまあ悩みを抱えている人が多分たくさんいると思うんですけれども、そういうのをまあ抱えながらも勉強してると思うんですよ。まあだから今回はその悩みとどう立ち向かうべきかっていう話なんですけれども、俺はね正直そういう問題に取り掛かる時期ではないんじゃないかなと思います。っていうのも、もう先ほど言った通りあと2ヶ月しかないんで、この2ヶ月をあっという間って思うか、まだまだだな、まだまだ先だなって思うか、人それぞれだと思うんですけれども、多分あっという間だと思います。個人的にね、俺も人それぞれの中の人だからね。でね、やっぱそういう悩みを抱えながら勉強しているとなんかちょっと常に心にモヤモヤがあって、このモヤモヤを解消したいって思って、まあその問題に立ち向かおうって思っちゃう人もいるかもしれないんですけれども、それはとても良くないことで、一つの問題をちゃんと解決しようって思うと結構なね時間と結構な労力がいるんですよね。でまあその問題によっては人と喋らなきゃいけないっていう場合もあると思うし、もしくは遠くの方まで行かなきゃいけないっていう場合もあると思うんですよ。でね、俺のねところによく来る質問としては結構恋愛系のことが多いんですけれども、恋愛はね本当にねうまくいかない時が多いそう、自分の思っているようではいかないじゃん、やっぱ恋愛って。だって人と人だから。そうだから個人的にはいつまでに解決しなきゃいけない問題とかではないんだったら、まあセンター試験終わって二次試験終わってで合否の発表される前ぐらいでいいかな。まあとりあえず試験終わってもうやることやってからそういう問題に取り組んだ方がいいんじゃないかな。まあただ受験生って結構10代最後のまあ20代の人もいると思うんですけれども、そういった結構ね本当になんだろうな、人生としての重みがすごいじゃん。そういう期間って本当にね、俺ね、おじパンだからすっごいわかるんだけれども、あの時輝いてたなって、キラキラしてたなって思うもん、おじパンも。はい、まあだからね、まあ人には人のね、まあ乳酸菌じゃないけれども、人には人の問題があると思うんで、終わってからね、センター試験とかそういう受験が終わってから、めちゃくちゃ、なんかいろいろやりましょう。やれることは全部やって、いいんじゃないかなって思います。ただ、今そういうね、勉強以外のことに必死になる時期ではないんじゃないかなっていう、まあ、パンチパンダのね、意見でした。はい、受験勉強大変だと思いますけれども、頑張ってください。応援してます。ということで、もしよかったね、まあ、チャンネル登録だけでもね、しといてくれればありがたいなって思います。ということで、もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあ、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。